研究も後半になると資源コストそんなにかかるの？ってなること多いと思うんですが、この動画ではやるべき研究、やらないべき研究っていうお話をしていきます。で、結論から言うと、軍団拡張、部隊拡張、最終軍団の研究は必須で、それに続いて騎兵特化の攻防バフの研究、騎兵使ってる方だったら優先で、鉄砲使ってる方だったら鉄砲の兵種の攻防のバフの研究、続いて研究コストが低い2シリーズまでの研究全般と、そこから続いて大筒の方位置の研究あたりがやるべき研究というふうに考えておりまして、逆にやらなくていい方の研究の例としては、甲賀収益の3シリーズだったり、あとはそもそも使わない兵種の研究っていうのをやらない方がいいというふうに考えてます。で、甲賀については具体的に何日で得するのかっていうところについてもお話ししていきます。研究の画面見ていきますと、このようになっておりまして、先ほどのところでいく軍団拡張、これですね。この辺はゲーム続けてる方だとすでに解放されてる方多いと思うんですが、進捗人によって違うと思うのでお話ししておくのと、採取の方でいくと採取軍団、こちらの研究をすることで採取部隊が2部隊になって、実質採取効率1.8倍くらいに上がると思うので、政治の値若干低いとしてもっていうところがあるので、研究できるタイミングになったらかなり早いタイミングで研究することで資源が早く取れるっていうふうに考えてます。で、軍団拡張、部隊拡張、採取軍団のところはやるべきってかなり判断しやすいと思うんですけど、そうじゃなくて兵士の攻防のところでいくと、最初の方は資源のコストが低いので全般的に上げていって、で、兵士のその建築の施設も平等に進めていってもいいとは思います。甲賀州クリアするときに特定の兵種が必要になったりすることもあるかとは思いますので、ただこれが進んでいくと、例えば私の場合だと騎兵の技術を特に特化して進めてるんですが、鉄砲も途中まで進めていて、で、鉄砲の4の1で今これ96.5万、64万、96.5万、28万っていうところで、合計で280万とか結構なコストになってるんですね。で、これがもっと後ろに行って騎兵人法の4とかになると218万、145万、218万、298万っていうところで800万超えるようなコストになっていて、かなりのコストになっています。で、このコスト見ると、例えば馬特化ではなくて槍とか鉄砲とかを一緒に育てようとなったら、この800万のコストが2倍かかるようになってくるので、資源の管理的にだいぶきついってことはお分かりいただけると思います。なので、そもそも複数の兵種使ってる方っていう場合は絞った方が強くなるっていうふうに考えていて、例えば馬と鉄砲と槍3つ育ててる方がいるとしたら、その中で馬だけ育てるっていうふうにしていただくと、建設も研究も早く進んでいくので、早く強くなれるってことがあると思います。で、研究の話に戻ると、同じ理屈で自分が使う特化した兵種のみの攻防のバフを育てていくといいっていうふうに考えてます。で、続いて大筒については工場の場面で使うことが多いので、その特化した兵種、攻撃用の兵種の次に育てていいのかなっていうふうには考えているんですが、大筒の攻防と方位置っていうところを考えたときに、耐久値の減少に貢献するのが方位置なので、方位置の方が優先っていうふうには考えていて、で、攻防については、上げるか上げないか好み、他の資源を使う必要があるかないかっていうところで、資源の余裕があるときに上げるくらいでいいのかなっていうふうには考えてます。大筒の攻防の数パーセントの差で耐久削れる幅が大きく変わるとか、そもそも耐久削る前に相手の部隊に負けてしまうっていう場面はあまり多くないっていうふうに思うので、個人的にはそこまで優先度高く上げなくていいんじゃないかっていうふうに考えてます。で、大筒の方位置についても正直上げるか上げないか結構微妙で、その理由っていうのは、大筒の方位置については他のメンバーが参加することで、要するに大筒の人で増やすことでカバーできる場面が多いので、勝負を決定的に決めることってあまりないと思うんですよね。それに対して、騎兵だったり、その戦闘する部隊の攻防のバフっていうのは、勝負に勝てるか負けるかっていうところの境目で大きく影響するので、そういう意味でこちらの部隊優先した方がいいというふうに考えてます。工場参加する時も大筒だけ参加できる方が比較的多いのに対して、先の前半のところで相手の部隊に勝ち切ることができる、部隊を出すことができる人っていうのは限られてくると思うので、よりそちらの人を集めることが重要なので、大筒の研究と比べたら、この兵種の攻撃する兵種の
バフをしっかり上げていくってことが重要というふうに考えています。ただ、一個一揆だったり向上だったり、その耐久値減少の個人ランキングによって報酬がもらえたりするっていうところもあるので、そこまで考えるとある程度上げておいてもいいのかなっていうふうには思いますが、他の建築や研究の進め具合によって判断したらいいっていう程度になるかとは思います。で、その他の研究のところでいくと、生産、採取、空間利用、訓練と治療の短縮、このあたり全部2のシリーズあたりまではだいぶコスト低いので、あまり考えずに上げてしまっていいんじゃないかっていうふうには考えていて、ただこのシリーズについても3とかになってくるとだいぶコストが上がってきていて、漢方医学が、これでいくと500万くらい必要ですし、訓練短縮についても500万くらい必要なので、そこまでいくと他の建設や研究を遅らせるっていう可能性が出てくるので、無理に進めなくてもいいのかなっていうふうには思ってます。で、ただこの2シリーズの中でも特にコスパが低いものありまして、それがこの情報収集の2っていうところで、高画質高能収益を0.5%上昇っていうのがあるんですけれども、こちらについては必要なコストが合計で、29.2万、19.4万、29.2万、38.8万っていうふうになっていて、合計116万6000くらいなんですけど、0.5%の収益でこの116万6000回収できるのに何日くらいかかるのかっていうところでいくと、高画質のクリアしてるレベルにもよるんですけど、141レベルだとしても得するまで644日とかかかってしまって、で、高画質のレベルが上がると報酬が上がるので、仮に1.5倍とかまで報酬が上がったとしても429日とかかかってしまうので、特にコスパが悪い研究っていうふうに考えていて、後回しにしていい研究だっていうふうに思います。実際の数値も見ていきます。高画質の収益のところ141段右上のところにありまして、この院鉄と武将の経験値ややこしいので一旦無視して資源だけで考えると、各資源1時間単位で3480取れてます。で、これを1日に換算すると、かける24ではなくて、高画質の場合だと快速効能っていうのを無料で1回受け取ることができるので、かける26で考えると、1日で各資源9万480ずつ取れておりまして、4資源合計で1日36万1920程度取れてます。で、ここにさっきの資源の上がり幅、研究の上がり幅の0.5%をかけると1810となりますので、先ほどの研究した場合に1日に得する資源量が1810になります。なので、さっきの研究コストの116万6000を1810で割ると、何日で得するかというか、何日で損得ゼロになるかっていうのが出るんですが、計算すると644日とかなり長くなってしまうので、生産採取の研究と比べてもさらにコスパが悪い研究ということになっていて、3シリーズ以前の2シリーズでもこの感じなので、3シリーズとかはまずやらなくていいんじゃないかなっていうふうに考えてます。っていうのが、やるべき研究、やらないべき研究、高画質関連の研究、特にコスパが悪いよっていうお話でした。ただ、院鉄と武将の経験値についてももらえるので、それも一応補足しておくと、さっきの話で644日で資源的には損得ゼロになるってお話ししたんですけど、その時もらえる院鉄の数が1万219、経験値が22万1641程度になっておりまして、経験値22万とかだったら1日雇う狩り回せば取れるくらいだとは思うので、644日待った結果それくらいって考えると、あんまりコスパがいい結果ではないのかなっていうふうには思うので。インテストをもらえる経験値の分まで考えても、甲賀の研究っていうのは優先度低くていいんじゃないかというふうに考えてます。というところで、まとめると、研究についても後半は資源の消費量がかなり多いので、天守閣や兵施設を早く上げることを優先できる範囲で、無理しない程度で研究していく、やらない研究をしっかり止めていくってことが重要というふうに考えてます。で、私が見ている範囲でも、天守閣レベルを上げるのが遅れているメンバーに限って、複数の兵士を育てている方がいたりして、多分研究も進めちゃってる方もいるんじゃないかって思うんですが、そういう形で複数の兵士を育てると、結局天守閣レベル上げるのが遅れてしまって、このゲームだと採取地のレベル5だったりレベル6だったり、採取効率を上げるために採取地
のレベルを上げようとしたら野党を狩らないといけないんですけど、その野党を狩る時のタイミングに1兵種特化でした場合よりも2兵種3兵種育ててしまうと遅れてしまうってことになりがちだと思いますので、そう考えるとどんどんその資源の採取も遅れてしまいますし、同盟での工場で戦力となるようなタイミングも遅れていくので、大部分の人にとっては建設も研究も1兵種に特化して進めていくっていうのがベストなんじゃないかというふうに考えてます。以上が主な内容になります。で、余談ですが、この YouTube チャンネルについて特にゲーム内で告知とかはしてないんですが、たまたま同じ同盟の方に見つけていただいたっていうご報告いただきまして、まあ、こういったゲーム動画上げ始めたのが最近なので、まあ、どの程度見つけてもらうことができるのかっていうふうには考えてたんですが、まあ、最近投稿始めたものとしては鉄砲の比較動画が今700超えて800近くくらいいったんですかね。そういう形である程度の人数の方に見ていただけたのでとても嬉しく思ってます。この動画についても見ていただいた方はチャンネル登録だったりいいねコメント等もいただけると私としては励みになります。ご視聴いただきありがとうございました。